ゼック、ジャンプ編です。ホップ編、ステップ編と見てきた内容を踏まえて、全文訳していきます。甲は緑にして、鳥はいよいよ白く。金甲は深い緑色で、鳥はより一層白く見える。山は青くして、花は燃えんと干す。山は青々と生い茂り、花は燃えるように赤く咲く。 今春みすみすまたすぐ今年の春もみるみるうちに過ぎていくいずれの日かこれ記念ならん一体いつになったら故郷に帰る年が来るだろうかはいこのように徒歩の早くふるさとである長安に戻りたいと願う気持ちが込められています。それから、 表現の技法として、ホップ編で応印のお話はしましたね。この年の字、そしてこの年の字、第2句、第4句で応印されています。それからもう一つ、全文訳をしたからこそ気づけると思います。第1句、第2句で、追句となっています。 形や意味が似ていることで、より一層その印象を強めるわけです。今回は、川はこうであって、鳥はこうである。山はこうであって、花はこうである。そしてもちろん、ステップ編でもお話ししましたが、色の対比もありましたね。では、ジャンプ編復習の音読です。第3句。 天空と名前が付けられている通りですガラッと印象が変わるそれを音読の際にも意識してみてください紅は緑にして鳥はいよいよ白く山は青くして花は萌えんと干す今春みすみすまたすぐいずれの日かこれ記念ならん 今は離れた場所で目の前に美しい春の自然が広がっていたとしてもそれでもやはり故郷である長安に帰りたいと願う気持ちその徒歩の悲しみを感じてみるといいですね。ゼックジャンプ編、以上です。